キリストの哀悼は、初期フランドル派の画家ロヒール・ファンデル・ウェイデンが描いた絵画。1460年から1463年頃に描かれた遺体で、現在はフィレンツェのウフィチ美術館が所蔵している。キリストの哀悼は、ロレンツォ・デ・メディチが1492年に死去した時に作成された財産目録に5人の人物とキリストが埋葬される。 場面が描かれた祭壇がと記録され、1482年初頭からカレッジのメディチ帝に飾られていた作品ではないかと考えられている。この作品はメディチ家がファンデル・ウェイデンに制作を依頼した数点の絵画の中の一点である。この作品と同時にメディチ家がファンデル・ウェイデンに依頼した作品として、現在フランクフルトの指定ーデる美術館が所蔵するメディチの聖母があり、 どちらもファンデル・ウェイデンが1450年にイタリアを訪れた時にメディチ家から注文を受けたものである。キリストの哀悼の来歴に関する他の説として、フェラーラ校舎クリオネドデステの依頼による三連祭壇画を構成していたパネルであるという説、ジョルジョ・バザーリが画家、彫刻家、建築家列伝でハンスメブリンクの作品として誤って紹介した作品であるという説がある。 キリストの埋葬、フラアンジェリコ・アルテピナコテイク、キリストの哀悼は、フラアンジェリコが1438年から1443年の作品3、マルコの祭壇画の基部に描いた、現在ミューンヘ編のアルテピナコテークが所蔵する、キリストの埋葬とほぼ同じ構成を採用している。これは、ファンデル・ウェイデンが1449年から1450年に、 イタリアを巡礼した際に、フィレンツェにも足を運んだことの証拠であり、15世紀のイタリア人人文学者、歴史家、バルトロメオ発用の著書、偉人伝からも、このことが確認できる。その後、キリストの愛悼は、コジモデ・メディチの書士で、数奇教のカルロデ・メディチが所有していたが、メディチ家の創設による、ウフィツィ美術館2666年に移された。 当時のイタリア人美術師や電気作家フィリッポ・バルディヌッチはこの作品をアルブレヒト・デューラーの作品であるとしていた。1989年の時点ではこの作品をハンス・メムリンクの作品と考える美術師やもいたが、1992年に行われた調査で仮想に死体が発見され、間違いなくファンデル・ウェイデンの作品であると同定された。 キリストの哀悼は長方形の遺体で、嘆く聖母マリアと洗礼者ヨハネに両腕を持たれた、キリストが埋葬される場面が描かれている。キリストの意外は、豪奢な衣服を身につけた、有た屋のヨセフと、ニコデモに、後ろから支えられている。ヨセフは、コジモデ・メディチの、ニコデモは、ファンデル・ウェイデン自身の肖像画であるとする美術師やも、いる。キリストの足元に、 こういう壺と共にひざまずいているのはマグダラのマリアである。前日の通り、この画面構成はフランジェリコのキリストの埋葬によく似ている。しかしながら、キリストの哀悼の方がより複雑で、人物も多く配され、図案化された幾何学的な表現が少ない写実的描写であり、人物の表情も目悩に満ちた感情表現が豊かに描かれている。 初期フランドル派が発展させ、ファンデル・ウェイデンも十分にその技術を身につけていた、油彩技法もこの作品にさらなる深みと鮮やかな色彩をもたらしている。細部まで詳細に描き込まれた表現は、初期フランドル派に共通の特徴だった。ありがとうございます。